はい、香港民主派著作を閲覧禁止、公立図書館、政府国家法、国安法違反を示唆ということですね。ですから、まあ、民主派の人が書いた本なんかも結構公立図書館にね、入ってると、これを閲覧禁止にするって言うんですよね。はい、行きます。香港の公立図書館で一部民主派の著作の閲覧や貸し出しができなくなっていることが分かり、民主派寄りの香港紙、頻化日報は、香港国家安全維持法が香港に粉書公授をもたらしたと批判している。はい、粉書公授ね、まあ、人類がねやることでいろんな野蛮なことありますけども、このね原爆投下と粉書公授っていうのはまあ野蛮の極みだよね。もう人類がこれまでやった中で一番野蛮なことを言えって言ったら、まあ、いくつもあるけども、まあ、原爆投下と粉書公授だわ。ああ、もうね、粉書公授って原爆投下に並ぶぐらい野蛮なことなんです。まあ、大体中国の歴史上ね、この粉書公授っても中国のね、言葉ですけれども、まあね、時の政権にとって都合の悪い、まあ、書物を焼いたり、そういう考えの持ち主を殺していったりとか、そういうことをするんですよね。もう野蛮の極みですよね。はい、ですから、まあ、民主主義の、まあ、近代国家においては、まあ、それ違法な言論はダメですよ。はい、でもね、その他人の名誉を毀損したり、その犯罪をね、助長したりとかね、殺人を予告したりとか、まあ、そういうような違法な言論でない限り、基本的にね、言論の自由ってのがあるわけですよ。ですから、だってね、言論の自由ってなんで重要かというと、言論の自由って民主主義の前提なんですね。この言論の自由がなければ民主主義は成立しないんですよ。はい、だからいくら選挙やっても言論の自由なければ、だって国家がこう言えって言ったことをね、テレビとか新聞が書いたり流したりすると、これじゃあ、有権者どうやってね、政策がいいか悪いか、どういう、じゃあ誰がいいかとか分かんないじゃないですか。だから民主主義があって初め、ごめんなさい、言論の自由があって初めて民主主義が成り立つんですね。だからもう中国という国は民主主義のない国でして、もうこれ、共産党一党独裁国家ですからね。はい、だから言論の自由があっちゃいけないんです。言論の自由があるともう共産党一党独裁が成り立たないんですから、だからこそ本来成り立たないものをもう強制的に成り立たせてるんですね。だから中国では言論の自由はあるわけがないんです。言論の自由を認めたら共産党終わっちゃうんだから。で、共産党というのが共産党の一党独裁というのがもう憲法の第一条に書かれているもう中国の基本原理ですからね。だから言論の自由というのは共産党の一党独裁を破壊するものなんです。だから言論の自由イコール国家転覆行為なんですよ。やばいでしょそういう国は。で、私たちはね、政府批判してる本なんか山ほど別に図書館行ったってありますよ。自由に読めるし自由に書けるし、ね、番組で何をね、どんな政権批判したって誰もね、しょっぴかれないでしょ。これが当たり前だと思ってるかもしれませんですけども、これは世界を見渡したらありがたいことなんです。はい、だから、こういうふうにで、いっぱいあるうちの1個じゃなくて、やっぱ言論を完全にこう封殺していくということなんですよね。はい、さらに読んでいきましょう。報道によると閲覧や貸し出しができなくなっているのは2014年の香港民主化運動、ウサン運動の元リーダー、ジョン・シュア・ウォン氏や香港の自治強化を主張する学者の、チン・ウン氏、立法会民主派議員のチン・シュクソウ氏の書籍少なくとも計9冊、いずれも国家法施行前に出版された本だ。国家安全法、施行前に出版された本、香港政府は国家安全法の規定に違反していないか一部の書籍を審査しており、その間は閲覧や貸し出しはできないとしている。国安法は国家分裂や政権転覆行為などを扇動示唆することも禁止している。示唆することもダメですよ、ね、
構成いいなんて言わなくても、こうしたらどうかしらとかね、こうしたらいいんじゃないかななんて思っちゃったりしちゃったりしてとかいうのもダメですからね。示唆するのもダメですからね。はい、また香港市サウスチャイナモーニングポストは5日、香港当局が国安法違反の疑いで逮捕した10人に対し DNA のサンプルを採取していたと報じた。まあ、中国ならわかるよ、逮捕された DNA サンプル取られちゃうとかね、わかるけども、日本なんて指紋一つ取るのも相当あの、ね、気使ってますよ、DNA 取っちゃうんだからね。いやこれ中国中ではわかるけども、今までね民主主義のね近代国家、まあ、国家とか近代の文化をね享受してきた香港の人をいきなり、はい、このこれくらえって言って翌日逮捕した人が DNA 取っちゃうんだからね。いやもう個人情報も何もあったもんじゃないよね。はい、中国当局は新疆ウイグル自治区でウイグル系民族の DNA データを、収集し住民管理を強化しており、香港でも懸念の声が上がり始めた。はい、まあとにかくね、あの、中国国内はもうこれ、まあ、しょうがなくはないんだけども、まあ、中国国内では自由がないなんていうのね前から言ってるわけですよ。ただ香港の場合はあの、英中共同宣言というね、50年間は一国二制度で行くと香港の自由自治はね、保つっていうことを国際条約で約束して香港の返還を受けてるわけだから、じゃあそれしないんだったら返せよってイギリスは言うべきなんですよね。だからこれだから国際社会が、え、中国ってそうやって国際条約破っちゃうんだ、へーって言ってるわけですね。いやいや、あの、やっぱね国際社会の一員として約束ぐらい守れよってね、言ってるだけなんで、だから中国側で内政干渉だっていう、いや違うだろうと、あんたらが結んだ条約について言ってんだよ。だからね、国際条約、国際社会の一員としてね、条約守れよっていうのはそれ自由ですよ。内政干渉でも何でもない。条約は、まあ、約束は守られるべきだっていう法学の基本原理がありますけども、ですから当然条約も守られるべきなんですよね。ですから、いや、一極二制度って言ったんだから、国際社会に約束したんだから、守れと、ね、言ってるだけのことなんです。内政干渉でも何でもないんですよね。はい。だからまあ、ウイグルはお気の毒ですけども、まあもう中国の中に入っちゃってるところは、まあ、もうずっともう人権なんかないわけですよ。で、別に中国全体の人権を、ね、言う前に、いや、まず香港に関しては約束守れって言ってるだけだから。じゃあウイグルとチベットはどうでもいいかってそんなことないですよ。今非常にアメリカなんかも、ウイグル、チベットの問題、非常に大きく、取り扱ってますよ。いくらね、内政干渉をするなって言ったって、いやいや、それは、ね、内政干渉するなって言っても、これほどね、厳しい人権の蹂躙が起きてたら、それは国際社会の一員としてね、それを正すように言うのは、それは当然ですから。だから、内政干渉というのは、中国の国内政治について一言もね、触れちゃいけないっていう、そういう意味じゃないですし、で、しかも、内政干渉じゃないという判断に基づいて述べているわけだから、そんなもんいちいち中国が内政干渉だなんていうこと自体意味がないんですけど、まあでも国民に対してね、ちゃんとね、何か言わないと示しがつかないということなんでしょうね。はい、というわけで、まあこのね、まあね、図書館でね9冊の本が閲覧できないなんていうのはそれだけ見たら一見小さなことに見えるかもしれない。でもこれは、香港に言論がないということの始まりの事件ですからね。はい、まあね、まあもともと中国っていうのは、まあ、そういう人権もなく、ね、ひどい国なんですけども、こうやって香港の自由が奪われていくのを目の当たりにしたときにですね、その本当のこの中国共産党の恐ろしさというものをですね、改めて感じられたんじゃないかなというふうに思います。